萩焼きの伝統を受け継ぎながらも、鬼萩など斬新で卓越した感覚を駆使し、茶陶の世界に新風をもたらし、日本伝統工芸史上初の兄弟人間国宝となる快挙を成し遂げた11代三輪久節氏。荒々しい陶土を用いた小萩の魅力を知り尽くした作者らしい造形と、久節次郎の釉薬が奇跡ともいえる躍動感あふれる景色となって、豪快という作者ならではの美意識にまで昇華されており、まさに萩焼の最高峰の姿を宿した茶碗であり、作者の代表作の一つといっても過言ではありません。それは自身の名である節を冠した作者自身による残節の名が添えられていることからも伺えましょう。本作品のような名が添えられた上作が市場に出ることはなく大変希少です。ぜひこの機会にご愛蔵ください。